世襲だけが歌舞伎じゃない。歌舞伎界で期待されるスター候補、市川團十郎の楽しい時間家族割。薬莢から這い上がってきた歌舞伎界のスター候補、梨園の世界では世襲というイメージがありますが、実際には大名跡や御曹司の順調なルート以外から頭角を現した人もいるようです。大名跡の世襲と後ろ盾がいることが梨園の世界で活躍する条件です。しかし一般家庭出身であったり後ろ盾を失った歌舞伎俳優でも這い上がってきてスター候補となっている人もいるようです。その筆頭は新作歌舞伎の刀剣乱舞を新橋演舞場で初上演した尾上松也さんです。主演演出をこなしており、これを38歳の若さでやるのは異例のことだったようです。尾上松也さんは名門の ではないようです。父の尾上松助さんは尾上菊五郎が率いる音羽屋一門の門弟筋のようです。松也さんはもともと名子役だったようです。自分が言いやすいようにセリフを改変してしまう役者も多い中で、彼は子役ながら黙阿弥のセリフをきっちりと発声して芝居をしていたようです。当時から松也さんには演技者としての素質があったようです。しかし松也さんの父である尾上松助さんは松也さんが20歳の時に亡くなったようです。歌舞伎の世界で親がいなくなるといい役がつきにくくなるようです。その境遇をはねのけ、歌舞伎では2009年から2017年まで毎年自主公演を続け、2015年に花形全員が20代の新春浅草歌舞伎で座頭を務めて以来、若手の中心的な存在となったようです。父を亡くしてから約20年ですが、松也さんはさまざまな舞台で活躍し、ドラマやバラエティなどテレビにもしばしば出演するようになったようです。次に注目されるのは女優の藤原紀香さんの夫としても知られる片岡愛之助さんです。彼は一般家庭に生まれて後に歌舞伎界に入ったようです。子役としてテレビドラマに出演し、歌舞伎の舞台に立っているところを13代目片岡仁左衛門に見出され、1981年に部屋子となったようです。その後1993年には仁左衛門の息子である片岡秀太郎の養子になりました。部屋子にするというのは弟子以上御曹司未満として抱えることのようです。部屋子として抱えられてさらに養子に迎えられるようです。坂東玉三郎さんがそうでしたし、若手では中村莟玉さんもこの道をたどっているようです。そして今や愛之助さんは松島屋を背負っていく一人になったようです。歌舞伎には江戸歌舞伎と関西歌舞伎という色合いが異なる2つの流れがあるようです。江戸時代に上方を中心に発展した関西歌舞伎は江戸歌舞伎がさっぱりとして優勝なのに対して柔らかみのある独特の世界を展開するようです。
愛之助さんが関西出身であり、関西の言葉を自在に操れるのが強みのようです。それができる役者がほとんどいなくなっている中、非常に貴重な存在のようです。愛之助さんは関西の劇場では早くから人気があり、夏祭り、なにわ鏡の三吉や女殺し、油地獄の余兵といったら愛之助と言われるような持ち役もできており、彼の強みでもあるようです。中村獅童さんも順調な道を歩んできたわけではないようです。うろず屋に生まれますが、父は早くに歌舞伎役者を廃業しました。それゆえにいい役がつかない10代を過ごしてきたようです。いろんなオーディションに挑戦し続けた末に、2002年映画ピンポンの準主役で各種新人賞5冠を受賞したところから知られ始め、多くのドラマや映画に出演するようになったようです。歌舞伎の世界では18代目中村勘三郎に見出されて、いい役がつくようになったようです。獅童さんが続けてきたものの一つが超歌舞伎です。バーチャルシンガーの初音ミクたちと獅童ら歌舞伎役者が歌舞伎と最新のテクノロジーを融合させた舞台で繰り広げるエンターテインメントのようです。2016年から幕張メッセでの上演がネット上に生中継され、京都南座などでも上演され、2023年12月に歌舞伎座での上演も決まっているようです。また絵本を歌舞伎化した嵐の夜にでも心優しい狼というぴったりの役を掴んだようです。歌舞伎やドラマの主役にも抜擢されて成長著しい中村隼人さんは2代目中村金之助を父に持つようです。隼人さんは猿之助さんの代役も見事に務め評価を上げたようです。多くの役を与えてもらって場数を踏んで自信をつけ、技量が上がってきたようです。評価を上げたのはスーパー歌舞伎やワンピースで、そこからいろいろな可能性をつかんでいったようです。今後の課題は古典歌舞伎の中でも語り役を作っていくことのようです。今は数十年に一度の世代交代期にあると言われております。30代後半に差し掛かる松屋さんから20代、そして市川團子と市川染五郎くらいまでの世代にたくさんの若手がいるようです。尾上右近さんも期待されてますし、父である中村富十郎が早く亡くなっている中村鷹之助さんも期待されております。彼らの中でそこそこの人気者は出てきておりますが、歌舞伎界を背負う大スターになっていくのは誰でしょうか。世代が変わる時にはいつも必ず誰かが抜け出してきたようです。逆境を跳ねのけてきた彼らに期待したいですね。ご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。